それたたたにたに悟り止められぬ欲に染め替える正気氷の先は天国の状態中毒が米田コーヒーに来た。私は知ってる。この店はボリュームがすごいと。今のお腹の空き具合と米田のボリュームから導き出される答えは、ババーン。エビカツパンとビーフシチューで決まり。あとコーヒー。エビカツパンは大きい。これとが、今はこのボリュームがちょうどいい。これが最適解。ドン。モーニングサービスのパンです。ドドン。ビーフシチューのバゲット2個です。ガラガラ。デンジャラスライフハッカー。毎回物かごを買ったよ。レジ。店員さんがピチッと入れてくれたのをそのまま持って帰れる。楽。取り出さずに食材を保管できて、楽。数日後。なるほど。取り出さないと買い物に行けない。